おい待て、そこを止まれ。いや俺は上等だよ。期待すんなよ。これ頑張ったご褒美。俺のだろ。まあ計画とは違ったけど結果的に助かったよ。サンキュー。計画だと何がサンキューだこの野郎。それじゃ。逃げんな、オラ！どうぞ。金ねえなりにこういう店で遊ぶんだな。なんであんたが。どういうことですか。お前こそなんでこの店なんだ。へえ。なんてな。凶霊界の事件を嗅ぎ回ってるって。もうお前の出る幕じゃねえだろ。どういうつもりだ。そんなもん俺の勝手ですよ。終わった事件蒸し返すんじゃねえ。せっかく新谷先生が無罪取ってくれたんだからよ。タフな探偵気取んならもっと鍛えねえとな。俺さっきも襲われたんですよね。目出し帽の4人組に。ああ、なんだそれ。あれはあんたの差し金ですから。今そこに控えてんのも4人だ。言ってる意味が分かんねえな。だろ健吾。へい。よたこいてんじゃねえぞ俺。どうカナエちゃんならさっきこの店辞めて国に帰ってったぞ。へえ。今回はイエローカードで済ませといてやる。お前は親父のお気に入りだからな。
神だ。おやさんか。おう、どうした。なんか調子悪いのか。おやさんとこの頭と厄介事があってね。間に入ってもらえると助かるんだけど。いや、まあとにかく組の事務所にいるからよ。お前が来るまで待ってるわ。わかった。情けねえ野郎だ。親父に泣きつくとはな。ふざけた真似しやがれ。俺はただ頭とこじれた件おやすさんに報告した方がいいと思ったんです。いらねえよ。お前がおとなしくしてりゃいいだけの話だ。それとも俺の言葉が足んなかったか。いえ、今のでやっと分かりました。じゃあこれで手打ちですね。まだ話は終わってねえぞ。どうせ口で言っても聞かねえんだろ、ターボ。ガキの頃からそうだったもんな。お前は周りにいくら笑われようがよ、夜間通い上げてとうとう司法試験まで通っちまった。どうせ今も腹ん中じゃ手引かねえ気なんだろう。元弁護士だろうが所詮はゴロつき上がりだ。やっぱ無知でしつけねえとな。尾崎。死ぬか。ああ、もう構わねえ。ぶっ殺せ。ふざけやがって。お前ら順番守れよ。はあ、次は俺の番だろ。しっかり狙え、剣豪。心臓だ。はい。撃つなら。
自分で撃てよ。いや、やっぱり目撃つか。両目撃ち抜け。男になれや、剣豪。逃げるよ。ついてきて。何やってんだ。捕まえろ。あちら。逃げろ。ないの？お前は昼に俺のスマホを。でも返したじゃん。なんで取った？なんで返した？あの時はしつこい警官に追われててさ。そしたらあんたが電話してて、それでパッと計画を思いついたわけ。計画？うん。まずスマホを奪うでしょ。するとあんたは僕を追いかけてくる。後から来た警官たちは僕と同じ方向に走るあんたを仲間だと思う。であんたが捕まってる間に僕は逃げる。ま、あんたまで逃げ切るとは思ってなかったんだけどさ。お互い結果オーライだったでしょ。じゃあ今はなんで俺を助けた？そりゃあ、あれ、なんでだっけな。変なやつだな。まあ一応スマホの件じゃ迷惑かけたしさ。でもそれで今は命が助かったんだから、あんたラッキーだよね。そうかもな。助かったよ。ならこれでチャラね。なあ、なんで窃盗だなんてやってんだ。いい若いもんがもったいない。はあ？そんなに暇なら俺の仕事手伝わないか。ヤクザに狙われるような仕事？冗談でしょ。さっきの奴らは東条会の松金組だ。他に教令会とも俺は揉めてる。ちょっと面白そうではあるけどさ、僕らまだお互いに信用できないでしょ。八神さん、お前俺の名前を。ヤクザの金庫が強盗に襲われる、そんなまさかがあるなんて普通は考えない。その日事務所の当番だった海藤さんもそうだ。取られた組の金は1億。さすがの海藤さんもいきなり銃を突きつけられちゃどうしようもなかった。何やってんだ。責任者にけじめつけさせてるとこです、親父。指で済む話じゃねえだろ。それで俺の金が戻んのか。いえ、ですがけじめですんで、やらねえことには示しがつきません。じゃあその指一本で1億ですか。逃亡。なんだお前は。俺と一緒だったんでな。何やってんだよお前。
1億の小指だろ、落とす前によーく見とこうと思って。うるせえ笑えるだろターボは。でも頭、取られたのは1億ですよ。それが指一本で済むんですか。こいつはとりあえずのけじめだ。とりあえず。じゃあまだ他にも何か。当然よ、カイトは今日限り破門だ。そんな、カイトの兄貴が。親父、俺は泣き入れて済む額じゃねえ。親父もお分かりですよね、こうするほかねえって。この件はもう本家の耳にも入ってますんで。本家に？ずいぶん手回しがいいな。ありがとうございます。ふーん、じゃあ海藤さんは本当に。仕方ねえ、波紋だ。今この時、この瞬間から。そうだ。なら指詰めんのはなしだ、海藤さん。あ、何勝手なこと言ってんだてめえ。指詰めんのは極道のけじめのつけ方でしょ。でももう海藤さん仇ですから。部外者は引っ込んでろ。組長が海藤さんを仇だとそう言ってんですよ、頭。タボ、いらねえことすんな。海藤さん、こいつは男のけじめだ。俺はもうとっくに腹くくってんだよ。よせ海藤、もうてめえは子分でもなんでもねえ。俺は仇の小指なんざ受け取る気はねえぞ。お、親父。なんだ、てめえ。金庫を開けろ、逆らえば撃ち殺す。面白え。やるなら一発で殺せよ。でないとお前が死ぬぜ。フロアの隅で組長の靴を磨かされていたらしい。それで異変に気づいた時にはもう出るに出られなかった。わかった、やめろ。やめるんだ。金ならくれてやる。東はそこで強盗の顔つきや体つき、特徴を記憶に焼き付けてた。結果として誰も死なずに済んだし、それがベストの行動だったが、兄貴分を見捨ててむざむざ1億渡したとも言える。ヤクザとしちゃ指詰めもんだ。東さん、八神が海藤も一緒です。どういうつもりですか、海藤さん。抜き打ちで押しかけてきたのはそっちが先だろ。何の用だっつってんだよ。
東、お前赤鼻を殺したか。あ、1年前松金組に押し入った拳銃強盗だよ。そいつから1億回収したのはお前だったよな。でもちょうどその頃、赤鼻の死体を見たって人間がいる。撃ち殺されて下水に沈んでた。東さん、黙れよ、人聞きの悪い。本当にお前が赤鼻を殺したのか。どうなんだ東。あん時俺は兄貴を助けたかったんですよ。金さえ取り返せば波紋も取り消せるって。そのためなら何だってやる覚悟でした。なのに今は海藤の兄貴に銃向けんのか。うるせえ。俺とターボを殺す覚悟ができたってことか。あんたの銃、俺ら全員の口塞ぐには弾が足りんな。何？このてめえ赤身、何やってんだ。行けよお前ら、じいさんたち外出てろ。びっくりするわ。やっと俺の出番だな、タボ。ああ、給料分は頼むよ。おっしゃ。誰だ、出てこい。羽村の頭か、頭ですか。俺です、東です。東、なんでてめえがここにいる。一人か。 あの そこのホームレス、赤鼻って言って、そいつが事務所の1億を。恨むならあのバカを恨めよ。え？なんだ。頭、そいつはまずいんじゃ。お前、なんで奴が犯人だと分かった。それは俺は全てありのまま話した。事務所が襲われた時、俺もその場に居合わせてたこと、綾部から札の情報を買って赤鼻にたどり着いたこと、言葉が途切れたらそこで撃たれるって、そう思って必死に喋りまくった。なるほど。で、海藤の汚名を晴らしてやる気だったか。あの野郎もいい射程持ったな。殺さないで、お願いします、勘弁してください。頭、本当にやるんで。そうだな、死にたくなきゃ俺に忠誠を誓え。そいつを形にしてみせろ。でも、どうすれば。こうすんだよ。お前がここに来なけりゃこいつは死なずに済んだ。それどころか1000万手にしてたんだよ。かわいそうにな。お前がこいつを殺したんだ。お前、
女みてえな声出すんだな。興奮するじゃねえか。これでお前も本物のヤクザになったな。包丁でめった刺しにされたらしい。その頃タムは仕事ばかりの親に反抗期を迎えててよ。襲撃の時はダチの家を泊まり歩いてた。もしあいつが家にいたらその暴漢を取り押さえられてたかもな。誰も死なずに済んだかもしれない。なあ東よ、お前なんで仕事手抜いてんのかな。いえ、自分はそんな。ならなんでまだターボがうろちょろしてんだよ。てめえがなってねえから舐められてんだろうが。頭がいるとよ、事務所が窮屈でいけねえぜ。うん。ずっとうだうだ機嫌悪いし。死ね！ある筋の話じゃ、羽村を無罪にした弁護士の身も危ないらしい。あんたのことだよ。ああ、だからせいぜい気をつけな。今日はそれだけ言いに来たんだ。じゃあな、俺は俺がやるべきことをやる。ふざけんなてめえ。お前じゃモグラに届かねえよ。どうせヤクザ同士の抗争とでも思ってんだろう。でもな、モグラはそんなんじゃねえんだよ。どういうことだ。なんか知ってんのか、俺が知らないモグラの情報を。羽村から何か聞いたな。知ってること全部話せ。もしまたモグラが人を殺してみろ、その責任はあんたにもあるぞ。そんなわけねえだろ。だいたい弁護士には守秘義務ってのがあるんだよ。勉強し直してこい。新谷、あいつのこと尊敬する兄弟子とか言ってなかったか。じゃあそろそろ帰るよ。なんだ、もういいのか。なあ、十分だ。ん？八神に海藤だな。カムロ署組対の黒岩だ。黒岩。お前らが無罪にしてくれた羽村は俺がわっぱかけたやつだった。へえ、だから
おかげでいい笑いもんになってる。ありがとうよ。どういたしまして。うちの綾部とは仲がいいらしいな。あれ黒岩さんいらしてたんすか。まあ仕事サボって飲みに来たんだ。お前もだろ綾部。そんなサボるだなんて。じゃあ俺らはこれで。なあ一つ教えてくれるか。3年前、お前の弁護で無罪になった人殺しが何の罪もない女の子を焼き殺した。なのにこの間の裁判でもまた人殺しを野放しにしたな。今度の犠牲者は誰になるんだ。教えてくれよ八神先生。村瀬だ。やっぱりいてくれたな。いや、なんか様子がおかしいぞ。さっきから中、人が少なすぎねえか。そうか。動くな。昨日、うちのが松金組弾いたとこやで。登場会の返しを楽しみにしとった。要するに、うちも限界態勢やったっちゅうこっちゃ。八神さん、どうする海藤さん。どうするって、こんなのどうしようもねえだろ。やっぱりお前らが登場会やったらもうとっくに両目えぐってるけどな。傷つけよ、おら！にぎやかなマッチや。一、二発撃ったとこで誰も気づかんで。誰の命令で来た？こいつだよ。今日も口軽いな、海藤さん。あんたは誰だ？教令会若頭、塩やっちゅうもんや。教令会のナンバー2か。東が言ってた。おい、猿ぐつばと手錠や。話は事務所でゆっくり聞いたる。お前ら長い夜になるで。舐めた真似し腐って、そいつからぶち殺したり。え、タボやるや。なや、お前なんで。驚いてる暇なんてないんじゃない。だよな。やるぞタボ。もういい、ずらかるぞ、タボ。ここまでにしとこう。おかげで助かった。お前も来いよ。どうした。うん、わかった。え、来んのかよ。待てや。このままじゃ済まさんで、お前ら。ヤクザ舐めとったら命がないで。
なんだよ、お面が必要なほどブサイクじゃねえぞ。それはどうも。仮面いいのか。だってこんなのつけたまま街に出れないでしょ。よし、行くぞ。新谷先生がずっと電話に出ないんです。今日八神さんと話して事務所を出たきり。それで教令会に狙われてるかもしれないんですよね。いや大丈夫、少し脅かしすぎたかもな。あの八神さんからも電話してみてもらえませんか。新谷先生、私からだと出てくれなくて。俺の電話なら出るって人でもないけど。まあでも分かった、電話してみるよ。新谷先生、今どこにいる？源田法律事務所のエースとして法律に関するご相談はこの新谷正道にお任せを。新谷、ではメッセージをどうぞ。